漬物が終わり。ライト釣れました。じゃあ、アバターが出ない。いやーピン、明日のライブ行きます。ありがとう。宿泊かわちいな、ありがとう。ちょっと学校にこの髪型で行くか最近迷ってます。今日も寝坊しかけてボサボサで行ったので、私の多分学校での印象はボサボサ女ですね。ですね、ちゃんとちゃんと起きて髪型をしていったことはほぼないです。なぜなら寝たいからです。プンパンパンパン。すごい早起きできる女の子が羨ましくて寝てたいし、今日も今学校来てからメイクしてなくて、今メイクというか、これで普段の桃らしさがリップを塗ると女の子はだいぶ顔が変わりますね。女の子の魔法の瞬間を。すっぴんだったけど今リップ塗ったよ。血色大事よ本当に。チークとリップ塗るだけでだいぶ顔違うよ。こんばんみこんばんみ。いや別になんかね、学校でねリップ塗っていいのかな、わかんないけど、この薬用リップしか塗ってない薬用リップは大事ですよ、この季節は。いっぱい塗りましょう。こんばんは、いつもエール貸してくれてありがとうございます。お、ありがとう。明日は大丈夫そうだね。そうだね。そうだね、そうだね。触覚がね、これね、伸ばし中のと長いのを組み合わせた触覚なんですよ。うん。今日はね、こっちの前髪がね、跳ね上がってるのに、さっきから止めてたんだけど。細身はどこ行った？細身はこれでしょ？これだよ。女の子はですね、前髪が跳ね上がる日はね、こういうのをね止めるとあのマシになるんですよ。なんかこうやってこことかを、私ここによく割れ目があるからこうやってやってるんですけど。よく。なんだろう、みんなよくねここにこうやって跳ね、調子が悪い時はこうみんな止めて、本番前はこうってしてる子多いですアイドルの裏側はこんな感じで、みんなモモは特にね、分け目とか割れ目というか生え癖があるのでね、私はよくこうつけております。そう、よくライブでパッカーになってるでもね、あれはどうしようもないよね、もう生え癖があるから割れるのはもう仕方ない。そうなんよね、
僕は6時15分に棒が気づいて滑り込みアウトでした。あらごめんね。あ、今日は30分でごめんなさい。30分ぐらいで。アイドルの裏側暴露するもん、全然だって普通に普通のことだよ。普通のなんだろう、アイドルの子じゃなくても知ってる子いるんじゃないかな。リセンはあのメイクさんに教えてもらったから知らなかったけど、今まで。最近寝れてる？うん、寝れるよ。でも最近の悩みはなんだろう、なんか演技の練習とかでいっぱい喋ってるから、喋ってるからなんか頭が起きてるかわかんないけど、なんかめちゃくちゃあれなんですよね。寝れないんですよ、早すぐに。布団に入ってもなんか起きてて、寝ようとしてこうやってつぶってもすぐ30分くらい。自分のことよ、桃呼びからリセン呼びにしたの。いや、いろいろ変わります。私って言ったり、桃って言ったり、リセンはとか言ったり。そうそう。そうなんよね。起きてるんよ、頭が。ハロー、リセンモーカフロム。インドネシアファンズ。おう、Thank you。 私でも読めた。よかった。読める。嬉しいね。え、結構前髪マシになったよ。見て。さすが英語。逆にね、読めなかった。そうだ、私水役なので。そうだ、もう役名はあのセプトさんの動画の方で出てるので、コメント、そう、順調ですよ。演技は順調ですか？演技かな？演技は順調。なんだ、でもやっぱ難しいね。頭フル回転にしないと間違えちゃうから、すっごい難しいんだなと思ったけど、やりがいあるし楽しいよ。でも最初の頃よりは全然成長できたのかな。木の役じゃないよ、喋らせてよ。まあでも木の役でもみんな見てくれるって知ってるので。温かく見守ってください。温かく見守ってくれないと泣いちゃう。ワカメの役でもないよ。 MV での演技とはまた別の難しさかな。なんか最近治ったんですけど、最初なんか声がなんか声が普段普通にでかい方だと思うんですけど、なのに演技になるとなんかちっちゃくなっちゃって、なんか最初はそれが難しかったんだけど、なんか出し方をちょっとずつ分かってきて、なんだろう、前に出すっていうのが分かってきて、でもまだまだだけどそこはちょっと成長したかなみたいな感じかな今。そう、まあ、またね、一回公演がされたらいろいろ話せることとかもあると思うから、その時にぜひね、かっこいい役とかやってみてほしい。やってみたい。似合わんけど多分。セリフはね全部入ってるんですけど、なんだ、やっぱ集中力を一瞬でも切らしちゃうと難しいんですよ。もう本当に
そう、本当に難しい。滑舌よくなった気がする。お、嬉しい。普通の会話を大声出すのと覚えたセリフを大声で言うのはなんか、そうそう、全然違う。そう、声には自信あったけど演技ではなかなか出なくて、すごい最初悩んだんだけど、発声練習もします。やっぱ発声練習が大事で、なんか朝とか出ないから、朝もこうわーって、あいえをなんかザドゼダゾデって言うと滑舌とかも良くなるらしくて、そういうのとか声を出したり、高い声と低い声を出したりみたいな感じですね。アナウンサーの人とかもよくやってるね。うん、アナウンサーの人たち本当にもう滑舌が良すぎて尊敬してる。自分はめっちゃ悪いから。役名が日本人っぽくないのが嫌だった。え、でもなんか気に入ってる。なんかね、私ね、自分の名前もめっちゃ気に入ってて、自分の役のね、役の名前も気に入ってて、ニーナ可愛くない？アンちゃんの役可愛いと思って、そう、ニーナも可愛いなとか、全部可愛いけどお気に入り。でもスイもね、めっちゃ可愛いよ。うん、大変ありがとう、こちらこそありがとう。むきゃんがスイスイ演技してるのイメージしちゃう。スイ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 、何その顔めっちゃ可愛い。私今何の顔何の顔したっけな、覚えてないよ、ごめん。何しようかにゃん。セリフ飛んだら、うん、なんかみんなで助け合う。そう、なんかね、セリフが飛ぶってよりは自分の番ってことを忘れることの方が怖いかな。そう、セリフはもうみんな全員もうめっちゃ練習して入れてるので、本当に何度やっても覚えてるのに、なんかいざとなると自分の番だって忘れちゃう時とかもあったり、言い間違いしちゃったりとか結構あるんですよ。うん、そう、自分ももっと頑張る。いきなりアドリブ挟んでもいいの？アドリブというか、なんだろう、なんだろう、そうそう、間違えても間違えてないふりをする。そうそう、なのさ。これで観客入れてやったら緊張感半端ない。確かに、難しいよ、頑張ろう。もうちゃんごまかせの下手そう。でもー頑張りますよ、スイも。マツビアで完成。15分経ってしまった。早い。えへへって笑っちゃダメだよ。笑ってる人しか笑わないよ。
ごまかすの頑張る、うん、まず間違えないように頑張る頑張るかな。ヘラヘラしてそうで顔ね。どうだろう。あ、まあ役柄もあるので、その時の楽しみかな。スイは気に入ってるよ。触覚成長が見られる。触覚を成長してってるよ。けどこれって長い髪と合わせてるだけで本当は短いんですよね。役柄楽しみする。さてどんな役でしょう。タイムリープして戻ってきて、戻ってくるよ。頑張って。言われてみるとスイに見えてきた。本当受験生じゃなくてよかったね。忙しいだろうか。でも高校の課題の方が忙しい気がする。そう。セリフ2秒ぐらいで終わった。さすがになんか泣かんで表情もバッチリ決めてるから泣かんで。課題貯めてるからちょっとやるわけ。やるよ。ちょっとずつ進めております。合間合間の時間。スイスイ。触覚もちょい伸びたら顎の下でもすぐさ。私この髪はなんかこんな短い毛はなかったんですけど、前髪なんだろう、なかったけど、こんな髪型で中学校の頃は行ってたんですよ。そしたら先生に怒られて、いや怒られてはないけど注意されてやめた。そう、巻いちゃダメって聞いたことなかったから、触覚を普通に巻いてって言ったら注意されましたね。なのでやめました。うん、真面目だよ。じゃあ普通になんかわざと校則を破ってやろうとか思ってなくて、なんか普通に違う本当に別にいいんかなって思ったって。なんか普通にみんなさ、中学校の子とか最近さこんな感じじゃんか。だからメッセージ文なんか書かされんよ。だってすぐやめるし、言われたら本当に知らなかったから。そうですね。触覚巻いてる子は家がお金持ちのイメージだ。お、じゃあ私もその一員かしら。小さくなってその触覚登りたい。怖い。登られるよ。コーチは校則厳しいですよ。意外に分かんないけど、桃のとこがあれなんかな、厳しかったんかな。ちょっとエレガント感が出る。虫じいやじいやがいたら私は毎日髪型が綺麗でしたね、学校でも。きっと最近思ったことはの絶対無理なんですけど、髪型をめちゃめちゃ得意な方が家にいて、それで毎朝の髪をやってもらうっていう夢が未だにあるけど無理だから諦めてる。
ただのなんかアニメとかでよくあるじゃん、なんかこんな感じで、それを夢見てるけどね、夢見てるけど、そうなかなかないですね。ヘアメイクさん専属契約夢をそう、別に夢を見ることはそう悪いことじゃない、夢のレベルが高いけどね なんかもう最近気づいたの、なんか手が不器用でうまくできない、いろいろ手が不器用でどうしても、これでも前髪とかだいぶ頑張ってるんですけど、中学校の頃とかパッカン人間だったので、本当にそれ手なのかな、手だよあんなにキャラクター作ってるの、本当？じゃあママ不器用じゃないかしら、ボタンの中から手首出る、あ、本当だ、見て通すとこ間違えてた、ここじゃなくてここだ教えてくれてありがとう急いでたの、あ、配信の時間だみたいな、髪をちょっと今日はこれをちょっと頑張ってて、服を着るのが今気づいた、え、みんな気づいてたの逆にえ、おしゃれじゃないよ、わざとじゃない、だってこういう服だもん、普通に開いてるって、まあそういう時もあるよね、普通に入るよね、ポーンみたいな、だからもう私よく言われるのは公演中にそこじゃないよ手通すのって、よくあの伝えあのありますねちょっとおちょこちょいおちょこちょいなのかな、アホなのかな、わかんないけど、明日の岩壁ライブ、もーちゃんのうちはフリフリするよ、あ、ありがとう、嬉しい、ループした、ループしてたループしてたの、今帰ってきたよ私、ちょっとループから、うん、もーちゃんの前髪パッツンは特徴的だね、本当？覚えやすいでしょ、なんか結構アイドルの方って分けてるイメージが多いので、私はパッツンで生きていきたいと思います今は。タイムリープタイムリープしてた帰ってきたよなんでそんなに可愛いのですか、本当ですかありがとう、ずっとパッツンでいくの、え、わかんないけど今のところ私パッツンの人が好きで憧れて自分もパッツンにしてて、そう、もちゃん優しいからちょっと見せてくれたんだよね4分ですよ、はーい、5分になったよもね、パッツンの人って普通にあのなんかはあの流行りの TikTok の人とか見てたらパッツンかわいいと思って、そう、誰というよりはなんかパッツンにしてる人が好き
個人的に。でももう分けたりもしてみたいと思ったこともあるけど、自分の前髪は無理なんです。なんかあんま、まあ、分けれるよ、分けてもうすぐ治っちゃう髪なんですよ。だから私はパッツ分ける。でもなんだろう、ママ、うちのママがパッツンがいいっていうのもあるかも。昔からもう生まれてからパッツンしかやったことなくて、そう、赤ちゃんの時は前髪上げてたんだけど今はもう上げないし、癖みたいなのがあるから。そう、私の一番やった方がいいのはこの髪か、ここで分けるか、どっちかかですね。赤ちゃんの時はおもちゃの位置じゃない、なんかちょんま、なんかここ当ててパイナップルにされてたもん昔なんかあのあれだよ、それはあの家にいる時の髪だけど、なんかでも幼稚園とかはママがハーフツインしてくれてた、たまにピヨンみたいな。そう、ママの好みらしいです、ハーフツインが。パパッセンパッツンで、パパッセンセンター分けだからバタフライできますか。え、バタフライはちょっとリセはもう溺れた犬の、犬溺れるたように見えるのでちょっと 見せれません桃ちゃんかまわかまわ。なんか今時の流行ってるハーフツインというよりもビヨーンみたいなハーフツインでした。平泳ぎ得意ですよ、唯一。ワイも溺れるね、本当にマジで溺れるんです。これは1万5000人でバタフライ配信よろやだ本当に進まなくて、するけどなんかもう必死に手で漕いでる状況になっちゃっても難しいね、難しい。足の動きが謎、なんか私は足よりも手ができない。どうやったらこうやって上がれるのかが私には、ドルフィンキックも難しいけど手の方がなんかできないんだよね。バタフライ配信はできん、いや水泳できんよ。リセはリセ、あのこの間なんか水泳部の友達がいたんですけど、モモの泳ぎ見ててねって言ったら、なんか溺れてるのって言われちゃって、そこからモモはもういいってもう泳ぎなんか知らないってそうですね、あるいは水泳をしてて鼻の口の中に水がめっちゃ入って、あの水泳の授業中めちゃくちゃゴホゴホして記憶もありますよ。はい、あのその友達はめちゃくちゃ仲いいからこそ言ってくれる言葉だったんですよ。そんなの大好きでずっと一緒にいるから言ってくれた素直にねそう、そうめっちゃ水がはんもう入ってきて、もうマジもう無理と思って、もうなんかテスト中だったんだけど出てゴホゴホずっと咳しててやばい。走る方が好きだな自分は、やっぱり。うん、それ溺れてます。まあ足はつくんや足はつくんよそう、水入ってる演技恥ずかしすぎてできん
恥ずかしいよ。平泳ぎ苦手すぎて授業サボったことある。平泳ぎは唯一できたからな。唯一できたって言っても普通くらいにできただけだから。そうだな、平泳ぎは、うん、そうだ。落ちちゃった。早い。早い。いや、昨日のセトラブで作るもの決まって、それが12月に鏡餅を作ることになったから、なんかすごいお正月とかにして、11月はブローチ作るの。まあ、ストラブ配信したっけ？ん？昨日のやつ。うちにあっという間にねえ、ねえ、なんかちょうどこの頃は何してた？ん？引っ越し準備？引っ越し準備かな。あとは学校の友達にまたねって告げて、ストラブ見逃した。大丈夫、まだ大丈夫だよ、まだ大丈夫。ぜひももと一緒にものづくりしませんか。そう、合格発表のちょっと後だね。少々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 。フェルトクマチはできてるんだけど、お目目の作り方が分かんないんだよな。どうやってつけるんだ、ほんと。そう、合格決まってからお披露目まだかなって楽しみにしてた。いや、初めて覚えたあの曲たちは、もうマジで振りをね、覚えた曲たちはもう振りというか、振りを覚えるのは分かっちゃったんだけど、あんな立ち位置が細かいなんて思ってなくて、いや、ここまで細かいんだと思って、本当になんか 0.1 単位であるんだな、 0.25 とか。そう、それが苦労でしたね。もうちょっと読もうかな。ここ止めとこ、出てくる遅れ毛が。振りより立ち位置の方が大変そう。なんか立ち位置って覚えても意外に間違うんですよ、たまに。その時に、なんかその時に、あっ！ってなったらバレちゃうじゃん、立ち位置が一番。ミキセイさんすごいと思った、思ったって覚えがさ、もう早くて早くて。そんなに、そう、だったら早くできるんだろうと思って。じゃあ今でも思う。頑張って、覚え早くする。よし、じゃあそろそろ読みたいと思います。ドラガンさん、ミラーボールありがとうございます。かまちゃんさん、ピザマンありがとう。ドラガンさん、肉まんありがとう。ピーヨコちゃんまんさん、ピザマンありがとう。ふふまさん、あんまありがとう。なかなった。
マイジャパンさん、パラありがとう。台湾よ、嵐さん、ももかハロー、超かわいいさん、ありがとう、ハート。なおともさん、ハートありがとう。みくんさん、かわいい、ありがとう。ゆきあきたさん、肉まん、ありがとう。あざすさん、肉まん、ありがとう。さっしーさん、お花、ありがとう。なおともさん、肉まん、ありがとう。りょうさん、花束ありがとう。なおともさん、かわいい、ありがとう。あきやさん、だるまありがとう。ドラゴンさん、ゆざまん、ありがとう。あんまんもありがとう。ルドンさん、ハートありがとう。りょうさん、あ、これは何のポーズしてるんだろう。このアザラシちゃんは何ポーズ？アザラシ、ありがとう。こんな感じだった。ルドンさん、ハートありがとう。ブラガンさん、お花ありがとう。ミシェルボイさん、ピザマンありがとう。デンジスさん、ピザマンに、あんまに、肉まん、ありがとう。アトリショウガさん、かわいい、ありがとう。マイジャパンさん、グッドデーム、ありがとう。ナオトムさん、かわいい、ありがとう。ヤマカミさん、めっちゃかわいいよ、ありがとう。花束もありがとう。ヒロさん、だるま、ありがとう。ルドンさん、ピザマンありがとう。シンジ君さん、肉まんありがとう。ナトムさん、尊い、ありがとう。インセキさん、尊いに、ありがとう、ありがとう。ヨさん、かわいい、ありがとう。ヤミチ、たくまのぐたい、ピピピピピさん、ピザマンありがとう。メシさん、尊い、ありがとう。テンジさん、かわいい、ありがとう。エイトさん、ピザマンありがとう。タラヤさん、バラ肉まん、ありがとう。リョウさん、あんまありがとう。ナオトモさん、あんまありがとう。ドラガさん、ファイター、ありがとう。グライアンマンチさん、あんまありがとう。ナオトモちゃん、これは肉まん、ありがとう。ちょっとりたろうさん、ピザマン、ありがとう。なおともさん、あんまありがとう。お腹いっぱいですね。ありがとうございます。明日にはもうこんなに食べたら明日には4キロぐらい太ってさ。もちゃん食べすぎや、ほんとによ。でも美味しいわよ。肉まん食べたくなる、わかるわかる。なんかでも肉まん好きかも、一番やっぱり定番が好き。どれも好き。すぐ痩せるさ、痩せるか。じゃあ読むね。13位のテンギスさん、じゃなかった。番号間違えちゃった。13位のルドンさん、ありがとうございます。12の天気さん、ありがとうございます。スイはスイーツのスイに間違いない。そうかもね。11のルドンさん、ありがとうございます。あ、待って、間違って、待って、今日やばい、ちょっと待ってね。11のドラゴンさん、ありがとうございます。ごめんよ。10のナオトモさん、ありがとうございます。アラヒロさん、ありがとうございます。8位のフミさん、ありがとうございます。ももちゃんがペロペロ女優になるその日まで。ペロペロ女優ってなんだよ。7位の台湾、これ絶対違う、誰か読み方わかりませんかね。全然違うことをさっき言っちゃった。誰かごめんね、さっきからいっぱい間違えちゃって。私、読み方が
読めない。夜嵐さんでいいのかな。台湾夜嵐さんで大丈夫かな。ありがとう、合ってた。じゃあ7位の台湾夜嵐さん、ももかハロー超かわいいさん、ありがとう、めっちゃ褒めてくれてる。光栄ね。ちょっとさっき溜まっちゃって。6位の新宿アットマーク、ももっこさん、ありがとうございます。5位のたらいもさん、ありがとうございます。4位のほふまさん、ありがとうございます。3位の山亀さん、ありがとうございます。りょうさん、ありがとうございます。1位のひろさん、ありがとうございます。ありがとう。今何時かしら、20分。30分じゃなかった。ありがとう。それではまたメール送ります。ありがとう、バイバイ。明日楽しみにしてるよ。ありがとう。好き。バイバイ。またねー。バイバイ。